えろい、声がえろい。あ、涙を流されてる方がたくさん見えます。まあ、主人でも先ほどの挨拶でもありましたけれども、なんかもうかなり長い付き合いで、あ、喋っているか。いいよ。MC。はい、MC。そう、かなり付き合いで。まあ、本当にいろいろなところにですね、旅行とかですね、まあ、出かけてきました。まあ、先ほどもありましたけど、大地君はまあ豆だとかですね、まあ、地名だとかですね、ちょっとちょうど見えないありましたけど、僕の印象としてはですね、まあ、本当に旅行とかに行くとですね、例えばなんかこう、ついて早々、なんかなんですかね、沢に突っ込んでみたいなとかですね。何も考えず川に飛び込んでるってことですね。まあ、これはもう本当に褒め言葉と言うんですけど、あ、バカだなって思ってました。バカだなって思ってました。でもこれは本当に褒め言葉なんですけど、先ほど手紙とかありがとうございます読ませていただいたんですけど、その中に自分にはないものを持ってるみたいなこと書いてもらってたんですけど、まあ、それは本当にこちらこその話で、まあ、そういうなんていうんですかね、まあ、いい意味でそういう考えすぎずに何かとりあえずやってみるみたいなところは本当に自分に全然ないところで、本当に憧れるなって思います。で、まあね、それがもう象徴だったのがその世界に一周の旅行に行った時ではですね、まあ、本当に仕事しながらお金を貯めていくと、まあ、そんな中でいや本当に行動力があってすごいなと、自分には全然ないので本当にまあ、憧れるところの一つだなというふうに思っています。思ってることにまあ、それ以上にバカだなって思ってます、はい、で、その中でちょっと先ほどの曲短めリクエストしていただいた曲短めだったのでちょっと2曲目っていうちょっとズーズーしいですね